やはり日本の力、経済の源はやはり元気な中小企業がたくさんあるということであります。全国で385万の中小企業を活性化していくということはなしには強い政府はありえませんし、またおそらくこれから例えば、クールジャパンとかですね、そういうものをやっていくときには中小企業の働く力、農業を取り入れて働くところで大変大きなものだと思っております。その可能性を最大限に出すためにも中小企業需要創生法案を今国会に提出しておりますけれども、早期に提出をしたいと思います。本当に第二次安倍内閣の、一昨年の国民が作った体制というのは久しぶりに安定した政権で、その結果は正しい成果を上げてきています。本当に政治が安定しなければ今のような問題が山積した時代には国民といえどもイライラするのは当たり前の話であります。こういうことを正されないように一方でしっかりとした政策を将来を見据えて実行していくということが、安倍内閣の初期にあろうと私は思っています。